こんにちは出会いばカンパニーの清水です今日はですね いつも皆さんに学生さんはこういうふうに動いてるってことで7月の総括、8月の総括、9月の総括っていう形で学生さんの動き、特にインターンシップどのようにいってるかってことを皆さんに放送しましたよね今日は少し思考を加えて企業の人にもですね今年はどのように採用やるつもりなんですか面接をするつもりなんですかっていうのを聞いてるのがあるんだよねそれを皆さんにこっそりお教えしますこっそりと言いながら清水さん YouTube で放送してますよなんていうことは言わないでくださいね 我々のチャンネルは皆さんの就活力を確実にアップするということを目的にやってますんで今回みたいないろんなデータをいろいろ見てもらえるべくやらさせていただいていますそしてですね毎週火曜日と日曜日には生配信をさせていただいて皆さんの就活の悩みに直接お答えするっていうのもやってますんで是非そちらも見てくださいじゃあ今日の本題私たちがですね企業の人に アンケートを取りました。その答えで言うとですね。こういう感じなんです。10月から選考が開始されますというデータが出てきました。え、もうですか？そう。早い企業で10月からもう選考がどんどん開始するっていうデータがですね。後で細かなデータ皆さんにお見せします。そして、12月に最初の選考開始の波が来る。もう年末には先行が開始される。選考が開始されるというのはどういうことかっていうと内定が出始める。いうこと なんだだよねささああじゃあここを見てください我々企業の人にアンケートを取りました21卒と22卒と選考開始はいつからやる予定ですかっていうのがここに書いてある棒グラフ青が21卒大々色が22卒見ていただくと。 もともとね少し早い時期まあ夏休み9月ぐらい前にやる企業っていうのは一定の比率でいる皆さんもご存知の4月ぐらいからね先行するようなまあいわゆるベンチャー企業っていうのは存在することは皆さんが知っている。そういうういい意味でととこれを見ていただくと今年は コロナの影響を受けて、四五六七八九スーパー早期選考の企業はですね。とても減ってるんだよね。まあ、コロナで学生さんに直接会える機会がないから、内定を打つにも選考ができなかったってことなんだね。そして見ていただくと。 先行は10月から去年よりも立ち上がってるよ、ね、まあこれは前半に先行ができなかった部分10月にドンと上がってるっていう部分もあるんだけどだから10月に先行を開始するそして2つ目の波が12月にもう先行が去年よりも増やしてる分かります そういう意味でいうと今年は去年も早いタイミングで先行が開始されたけども10月の先行の波そして12月の先行の波ってことで早めから行くそして見ていただくかるようにまだ15%の企業が要するにいつからやるか決めてない中でこれだけのデータが出てるってことなんだね皆さんに考えておいてほしいのですね東京オリンピック多分行われるというふうに予想されてます東京オリンピック7月の20日前後だよねそうすると企業はそこまでに 終了させなければいけないという力学を持ってるから今年の採用戦線は動き始めたら意外と早いってことそして早めから選考が始まるよってことをまずみんなで理解しとこうこれが一つ目のポイントだね。じゃあ次内内定定定開始ののの予定はいつかかかららですす月から内定の最初の波がきますそして3月に第2波が来て7月以降の内定は激減するでしょう。 というのが、企業の人のアンケートから分かったこと。じゃあ、これも同じようにグラフを見て、内定時期と予定書いてありますね。いつからあなたの企業は内定するつもりですか？先ほどと同じように、青が二十一卒、橙色が二十二卒、やはり。 c 5 6 7 8 9の早期選考っていうのをまあやってる企業が過去はあったでもコロナの影響で今年は早期になかなか実践できないから例年よりもスーパー早期内定は減ってきたところが10月から内定の開始が出てなんと1月の時に内定 規定をするって言ってる企業が10%もあるってことだねそうすると夏のインターンシップそしてこれから冬秋のあ秋冬のインターンシップであった学生さんに 1>, 1つ目1月に内定を打つという一発目の波が起こるそして2月に少し減少してこれは学児日程上の部分の準備もあるんだけど学児日程でみんなが終わっていよいよ2月の声を聞いたら多くの学生さんたちが就活全面モードそして3月に内定ドンと上げて4月も3月4月の内定は前年より増える昨年は4月はコロナの影響で内定がそんなに増えなかったけど今年は内定打ってく45。4 5そして 7月以降の内定をするっていう企業は前年に比べて激減まだ未定の企業もたくさん存在してはいるんだけど多くの企業は7月以降に決着ポイントを作ろうとは思ってないオリンピックの開催時期の間はですね就職活動っていうのは制限をされる可能性があるそうだよねだって人がいっぱいいったらですね予定時間に行けるそういうことも起きなくなっちゃうよねだから企業としてはオリンピック開催なら前に倒す っっててことを言ってるんだよね是非そのことを参考にして就職活動をしてくださいそして3つ目選考方法に関するアンケート最終面接は圧倒的に対面でありたいと企業は言っています1次面接はオンライン面接が多数2次以降は対面面接が優勢という状況去年はコロナの影響を受けて オンラインにだいぶシフトされたけども企業と学生との間でですねやっぱり面接はオンラインよりも対面の方がいいよね対面の方が相手の部分が分かるよねって声があるんで企業ととししてては対面をしたいと思ってるじゃあ実際に調査データを見ていただくと対面式の個人面接これ一次面接 2次面接3次面接はどういうふうにやりますかっていうグラフで書いてあります青が1次大色が2次そして、えー、とグレーが3次面接ってかまあ最終面接だね。 ここにありますように対面式の個人面接最終は圧倒的60%が対面でありたいと言っていますオンラインの個人面接は1時31% 2時29%だから1時と2時はオンラインが多い最終面接をまあ、オンラインでやろうという企業は18%にとどまってますからそういう意味で言うと 基本的にまあ最初の1時とか2時ぐらいまではまあオンラインを活用するけどなるべくいいそういう意味で言うと学生さんは対面とオンラインの両方の面接のをきちっとやっとかなきゃいけないで。特に去年と違って最終の面接は対面になる可能性があるからそのことを踏まえて準備をしとくべきだっていうのが ここでもメッセージで出てきていますそして面接官は何人で行われるんだろう一次面接は1人もしくは2人が多い二次面接は2人が多い3人以上の面接も意外と多いということがアンケートデータで出てますじゃあ実際に見てもいいよ1次面接やはり青2次面接橙色3次面接グレーそうすると1人の面接っていう部分でいうとこういう状況になってるよねまあ 1>, 1人っていう部分が多いんだけど実は意外と見ていてで驚くと思うんですけど一次面接二次面接は一番多いのは2人なんでわかるこれなぜ面接官が2人でやるのかって皆さん想像つきます1人でやると質問をしながら評価をしなければいけないからジャッジがミスが起こりやすいだから1人が質問してる間は相手が冷静に見ることができるっていうことができるんだねそうすると2人の面接の方が客観的に見られて ってことが行われるから皆さんも1人よりは2人の方がちゃんと見られてるぞってことを意識しないといけないそしてなんと3人以上の面接官の人数というか何度三なんと3人13パー15パー16パー一次面接から3人でやりたい時は13パーもいるってことなんだよ。で4人以上が そして5人以上がパパパーーーこれを見てもらうといいですか最終面接3人以上でやる企業がなんと16の10の8を足すから34%もいるってことなんだよ、ね、かる最終面接で3人以上並ばれちゃうっていうんだ皆さんが注意しなきゃいけないのは緊張しやすいってことだ分かる1対1の面接よりも人数が増えた方が皆さんはね上がりやすいそういう意味で言うと面接の時に実力を発揮するために 大勢の面接官の中で面接をするっていうことに慣れとく必要があるっていうのがこのインフォメーションってことなんだよねわかりますじゃあそうするとですね皆さんがそういうことをきちっと理解した上で今年はこういう対応を取りたいって企業が言ってるってことを皆さんが理解してちゃんとやってほしいそして最後にこれ僕もいろいろ聞かれるんですけどしみさんどんな資格を持ってたら就活に役に立つんでしょう私どもも気になって企業に質問しました答えがこれ 資格があろうがなかろうが評価は変えない75%全体の4分3の企業は資格は関係ないよあなたたちの面接で決めるからじゃあどんな資格があったら役に立つっていうふうに言ってるかっていうとトイック7%これトイックの点数が高いってことを言ってるんだよねそして IT パスポートこれは IT 系を受ける企業は IT 系に皆さんが受けるんだったら IT パスポートって入社した後で絶対取らすって言われてるから持ってることはプラスに作用するっていうふうに言われてます それ以外ででどんなものかっていうとですね、これもやはり同じ IT 系ですけどマイクロオフィスのスペシャリストそして日商簿記日商の簿記だと2級以上じゃないとあんまり意味がないと言われてて、まあ、これも受ける企業によって違うんだけど2級以上だったら意味があります、まあ、あと秘書検定公認会計士公認会計士ってこれ、まあ、なかなか取れませんからこれ特別な職業ですよねあとまあ不動産系だと宅地建物取,、まあ、取引主任、まあ、っていうものを持ってればいい。 まあですからこれ皆さんが受ける業界によって違う特別な仕事をつく例えば経理の専門の仕事をつきたいっていうんだったらいろんなものを持ってなきゃいけないで IT 経営を受けるんだったら持ってなきゃいけないものあるけどそれ以外の職種においてはあまり資格資格ってことにこだわらなくていいという意味合いでもあるんだねこれが企業側の人が2022卒に向けて自分たちはどうしようっていうデータなんですぜひこれを見ていただいてですねこれからの戦線に 対応していただければと思いますじゃあ一緒に頑張っていきましょう